試合お疲れ様でした。ありがとうございます。今の試合の感想をお願いします。まあ1試合目点決められなかったんで次決めようと思ってシュートを打ちました。ありがとうございます。次の試合に向けて意気込みをお願いします。次点取ってチームに貢献したいと思います。ありがとうございました。